地球上には私たち人間にとって非常に重要な働きをする微生物がいますその一方で病原性因子を生産し感染することで病気を引き起こす病原性細菌もいるんです遺伝子はそういう微生物たちが生きていくために必要なタンパク質の設計図なんですもしその遺伝子を細胞の外から遠隔操作しリモートコントロールすることができれば たとえ感染菌に感染したとしても毒性因子の生産を未然に防ぐことが可能になるんです通常毒性の感染菌を退治するためには薬を投与しますしかし中にはその薬を分解してしまう遺伝子を身につけた薬剤耐性菌が現れてしまうんです中でも複数のいろいろな薬を分解してしまう機能を持った多剤耐性菌は厄介です 治療が困難になるため私たちの健康を脅かす人類の脅威となります実はそういった感染菌の多くは互いにコミュニケーションを取って情報交換をしているんです僕たち人間は言葉を使って動物たちは鳴き声やボディランゲージを使ってコミュニケーションを取ることができますではバクテリアのコミュニケーションどうやっているんでしょうかバクテリアのコミュニケーションには情報伝達分子を使います 増殖によって仲間の数が増えるとその濃度はだんだんと上昇していきます下の図のように細胞の中にはレセプターと呼ばれる情報伝達分子が結合する場所があるんですそしてその濃度がだんだんと上昇していきこれだけいっぱいになったらっていう時にその感染症の始まりです仲間たちが増えるとそれまで眠っていた遺伝子の働きが活発になり一斉に毒性物質の生産が開始されます 全ての細胞が同じタイミングで毒を作るのでもはや僕たち人間の免疫力では対抗できずに発病してしまうんです今私はそんな単細胞生物である微生物をリモートコントロールする研究を進めています毒性物質を取ってしまえば感染菌は仲間がいることに気がつかないので毒を作らず遺伝子を遠隔操作し病気を封じ込めることができるんです私たちは 情報伝達分子をを選択的に吸着すする新ししいい材料ゲルを開発しています薬を投与し感染菌を殺すこれまでの方法に対し感染菌が作った情報伝達分子を取ってしまうという逆転の発想で病気を封じ込めることができるんです。そんな新しい材料を使った研究を工学部で科学を学び一緒に挑戦してみませんか